皆さん、おはようございます。なんか、今朝起きたらですね、クリスマスイブになってました。クリスマスイブ、特に予定ないんですけど、見てください。俺が、うって書いたロッカーがあるんですけど、その隣に、俺のこのうに汚染されたマークがついてるんですけど、これがクリスマスツリーのマークになってるんですよね。すげえ。そしてここにはヒレオさんの顔とヒって書いてあります。なんかすごいロッカー、久々俺も変えようかな。クリスマスツリーの中身は、おー、サザエ好きなんだね。イカスを押しておきましょう。なんかみんなすごいな、ヒレオさんの顔がこんなところに。ああ、みんな使ってる。ヒレオさんは相変わらず変わってないですね、この。なんかよくわかんないやつ。じゃあせっかくなので変えていきましょう。はい、完成いたしました。皆さん、見てください。はい。これは、この間ビッグランで手に入れた、横綱と、あと、吊るされてるヒレオさんの顔ですね。もう少しで食べられそうなところを、僕のロッカーにしてみました。彼が見たときどんな反応をするのでしょうか。食べられそう。もう襲われてますからね、これ。もうやられちゃう数秒前を作ってみたので、もしも僕の、このロッカーを見つけることができたら、皆さんラッキーということで、探してみてください。ということで、今回は終わります。お疲れ様でした。